おはようございます。お風呂楽しみです。本当は教えたくないすごくお気に入りのホテルを紹介します。こんにちは、野賀です。今日は都内にある本当は教えたくないすごくお気に入りのホテルを紹介します。じゃん、恵比寿にある恵比寿オリックホテルです。では早速紹介していきます。ここが入り口です。ロビーです。ここが受付ですね。で、無料でアメニティを部屋に持っていくことができます。バスソルトは3種類このカップに入れて持っていきます。マウスウォッシュ、靴磨き、蒸気でアイマスクとアイマスク、足指パッド、乳液、洗顔料、化粧水、メイク落としは男女別にあります。耳栓とノーズブレス、チョコ液までありますね。内側にはエスプレッソマシーンです。部屋に持って帰ってコーヒーを飲むことができます。それからなんとマフィンが食べられちゃいます。プレーンとチョコですかね。あとはサイドになんとなんとオレンジジュース、アップルジュース、トマト、それからミルクと、これは何だろう、コーヒーか、アイスコーヒーも飲めちゃいます。すごい。では早速部屋に向かおうと思います。今日私が泊まるのはこちらの703の部屋です。廊下は暗くてちょっとシックな感じですね。絨毯が敷いてあります。では入ります。じゃーん、こちらがお部屋です。すごくおしゃれ。では順番に紹介していきます。こちらはベッドですね。ベッドのサイドには天井から吊り下がる電気がついています。こんな感じですね。大きい絵が飾ってあります。こちら側には結構珍しいですよね。ここに洗面台があります。テーブルの電気、この電気も可愛いな。そしてそしてお風呂の前に先にトイレだな。お風呂の前に先にトイレ、トイレです。行きます。じゃん、自動で電気がついて自動で開きました。床が可愛い。そして一番見せたかったこのね、ホテルの一番素敵なところがお風呂です。このじゃーん、見てください。このね、鏡張りの中にお風呂があります。お風呂ね、トイレ別なだけでもこの2万円ぐらいの価格帯で都内のホテルだと珍しいんですけど、結構広いんですよ。シャワールームとお風呂は別でこんな感じにおしゃれになってます。で、なんとこのね、横にあるボタンで明るさを調節できて、これでね、さっき受付でもらったバスソルトを入れて入浴したりできちゃいます。めちゃくちゃおしゃれですよね。このシャワーとか海外みたいなやつです。シャンプーとかリンスとか、これすごいね、前使っていい香りでした。浴槽が大きい。お風呂楽しみです。はい、ということで以上簡単ですがホテルの部屋紹介でした。これからね、この部屋でもう一つのチャンネルのラジオを撮影して、それからね、ご飯とか食べて今日は寝て、明日はまた朝からいろいろとね、撮影やら仕事やらあります。で、このホテル朝食もすごく素敵なのでそちらも撮ろうと思います。朝の、今5時過ぎぐらいです。これがね、昨日言ってたこのパジャマです。ワンピースみたいになっています。今日はこれからちょっと撮影をして、またね、朝食を後で撮ろうと思います。朝ごはんはこのお盆と紙のお皿とこの割り箸とかでお部屋に持ち込んで食べることもできます。あるのはパインとサラダ、それからパンはクロワッサンと食パン、焼きそばウインナー、なんかあった、卵、キーマカレー、だし茶漬けを食べることができます。こんな感じで持ってきました。これがだし茶漬けです。
のサバと、なんだろう、フレークみたいなお魚の乗せて、だしを入れています。サラダはコーンと豆が乗っています。あとはリンゴジュースです。では、いただきます。はい、ということで、チェックアウトしてきました。では、こちらです。恵比寿駅からも歩いて5分ぐらいで、隣にはね、すぐ焼肉屋さんとか、あとはお昼はね、ここにものすごくおしゃれなテラスのカフェがあったりします。ここはなんかアボカドのトーストが。人気のお店だそうです。都内のホテルは結構ね、泊まることが多いんですけど、この価格帯で、やっぱトイレとかお風呂別で、それでね、これだけサービスがいいところはあんまりないなと思ったので、よければ皆さんもぜひ泊まってみてください。教えちゃうとね、泊まりにくくなるから、ちょっと迷ったんですけど。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。